ど食ってないですけど ね佐々木選手、ね、ただ手数が出てないんでね、やっぱりこうブロックに使うとかなり攻撃に使う手がなくなるようです。佐々木もどき動きが出かけなくなります。はい、入ろうとしてますよね、はい、中に入ってからそこで いくつ出るかなんですね。それは当然できるだけ多く打った方がいいわけですよね、うん、まあ、その時に、チャンピオンのパンチも飛んでくることを想定すればいいですから、はい、とにかく中に入らねば勝負は始まりません。佐々木、おう、このそして左をヒットさせたいんですが、非常に強いパンチを打つ選手であります。佐々木元樹、動いている相手に強いパンチを当てることができる選手ですと田中仙台トレーナーは言っていました。当然止まっているものを強く打つのは誰でもできるんだけど、動いている相手にも動いているターゲットにも強いパンチを当てることができる佐々木、入っていって左フック一発で強く振ってますけどね、それはブロックされる、もしくは当たらないというふうに考えた上で打つとですね、2、3と打ってますからね。あ、なるほど、やっぱりですね、一発強いのを打ちたいという気持ちがちょっと強いんですね今。あ、おおとゴングです。このラウンドはちょっと佐々木選手手数少なかったですね、まあ、ほとんどパンチ殺してたんですけど、これじゃあポイントは向こう行きますよね。ドネツクという都市で行われています。これウクライナ第4の都市と言われている町で、ロシア人人口というのはかなりある都市だそうです。ウクライナ最大級の工業都市でもあります。まあ、私ウクライナ行ったことあるんですけどね、ヤルタっていうところ、ヤルタ海があったところで、WBA 総会あったんですけどね。どういう印象を受けました？やはりまあ旧ソ連ですからね、共産圏の時のね、まあ、別に非難するつもりはないんですけど、みんな愛想が悪かったですね。そうですか。まあ、ホテルのねフロントなんかね、もう綺麗な顔してるんですよ女性がね、だけど愛想が悪い。こうやってね微笑みでもしてくれたらね感じがいいんだけど、ちょっとつけんのなところありますね。たまたまジョーさんが会われた方がそうなんだと思いますが、第5ラウンド始まっています。 WBA 世界スーパーウェーター級のタイトルマッチ、ウクライナで行われています。このウェルターのタイトル、日本人が取りましたら初めてです、快挙です。ここまではポイント的にはチャンピオンリードしています。さあ、この終盤それからね、はい、やはりクリチコ兄弟のようなね、やはり体格のいいね、その美男美女が多かったですね。あ、そうですか、うん、やはりウクライナね、乳製品よく取るからかも分かりませんね。その理由はよく分かりませんが、はい、はい、まあ、センチェンコもいい表情をして、いい顔をして、あ、左来た、あ、左当たった、当たりました、うん、こうやってですね、この後一発目じゃなくて 2、3 というふうに続けるとですね、当たりやすくなりますからね、うん、やっぱりいいですよ、このラウンド出てますね、はい、ということはおさらいですが、浜さん、はい、入ってからの連打が必要だということになりますよね。最初から一発目に発め当たらないというふうに思って、やることなんですね、はい、あ、当たらなかった、ああ、もう一回ということじゃなくてですね、当たらない、当たるまでと、はい、2、3を当たるまで手出してみようというふうにすると、手の出し方が良くなりますから、はい、まあ、ブロックしての入り方っていうのは結構うまくいってるところはあるんですね、はい、はい、まあ、練習はちょっとしてなかったんですけど、そのブロックの状態で体を振りながら入っていって、その振りと同時にパンチを出すというような、今思うとそれができるともう少しパンチは当たりやすいところがあるんですね、はい、ジムでのスパーリングでも、まあ、長身の選手相手にミッカウンター取れたか、今のなんか狙 狙いいいですよ ね、はい、そうですね、さあ後ろロープに攻めました。この後まだ40秒あります。あ、なかなか入っていくのに時間がかかります。いいパンチは時折見せます。中に入りました。ガードの、ブロックしているところなんか見るとですね、結構佐々木の届く距離にもなっているところあるんですね、はい、
右のストレートも距離が分かります。スリッピングアウェー、あるいはバックステップで紙一重でかわします。中に入ります。左のクロスカウンター気味に今軽くですが、おジャブ、チャンピオンのジャブ、もう少し体をちょっと振ったらどうかなと思いますけどね、はい、中盤第5ラウンド終了です。このラウンドね、最初良かったんですよ、構成かけてね、でポイント取るかと思ったんですけど、まあラウンドの中盤以降やはりチャンピオンがいいストレートパンチ出してきましたね。左のジャブも強く打ってきましたから、はい、やはりポイントはチャンピオン行くんじゃないでしょうか。そうですか。これこういうジャブとかちょっとね、いい感じで相手を引っかき回してるけど、手数がちょっと足りないよ。あ、やっぱり今仙台さんの声でしょうか、手数がちょっと足りないという声が聞こえました。いい感じで相手かき回してるけれどって言って言ってますよ ね、 すね。ただ手数が少ないと。あ、日本から応援の方でしょうか、日の丸をウクライナの大きな国旗の後ろで、振っております。まあ、相手の間に入ってこういう心意気が必要になってきましょう。ステージ上がったんですね、あの方、なかなか勇気のある方でございます。さあ第6ラウンド、中盤です。ここをうまく自分の流れを作って浜さん終盤に持ってきたいですよね、佐々木としましたら。ある意味ですね、流れというのはチャンピオンがゆったりとした落ち着いた流れに今なってますからね、はいはい、それをことごとく壊すことなんですね。もっとじゃあ動く必要が、何かする必要が出てありますか。これやってあれやってと確かにやってはいるんですね、そこで打てるかなんですね。今度はこのラウンドはね、佐々木選手左のジャブをよく使ってますね、これです、これです。右クロスはかわしました。危ない危ない、右から左、これも一つの手かも分かりませんね。佐々木選手はね、ボクサーファイターでね、結構そのジャブ使った正統派のボクシングもできるんですよね、はいはい、おっと右クロス、今度左ブロックしてます、ブロック、はい、よく見ています、もうちょっとボディ打ちたいよね。ワンツー打ったらもう3つ目はそのやはり左のアッパーでボディ打ちたいですね。もらってはいません。さあ打ってこいと、また降ります。その後の攻撃なんですね、そこまではですね、結構チャンピオンはですね、佐々木がノーガードにした時っていうのは打ってないんですよね。あ、そうですね、うん、それなんか突破口きっかけに使える、ね、作りたいですね。お、普通の感覚だと相手がノーガードだと、いやー待ってましたとばかりになりそうですけどね、やっぱチャンピオンは戸惑うところあるんですよね。そこで、次攻撃できるかどうかなんですね、はい、これも顔をスリップがアウェーで、避けています。あ、切りましたね、チャンピオン。あ、そうですね、うん、右飛び込んできました。チャンピオンがカットしています。ガードを広げています。オープンにしてちょっと動きをつけました、変えました。佐々木入ってきます。右クロス当たりません。また頭ちょっと当たりましたね。The left two points。 The left two points。 まあ、恋の減点というふうに思われたんでしょうかな、2点減点というのは。あ、ヘッドパッド、この2点減点ですか、うん、そうですね。まあ、偶然のバッティングになるわけですけど、恋のバッティングというふうに見られたんでしょうね。どうしてもですね、相手が背が高くて中に入ろうとするから、まあ、ぶつかる傾向はありますよね、はい。まあ、ちょっと痛い、まあ、ではですね、最初からそれギリギリをやっていかないと勝てないところありますからね。そうですね、第6ラウンド終了しました、なんとバッティングでその故意であるという判断なんでしょう、マイナス2ポイントという、採点がありました。ジョーさん、ポイントとしましてはどうつけます。まずポイントは10対9ですよね、はい、
センチェンコ、そして佐々木選手、まあ、恋のバッティング取られましたから2点減点、結果的には10対7、このラウンドで3ポイントを失ったことになります ね、どこなんでしょう、